なあ、バッチグーだろ。さすがヒロシね。さ、行こうぜ。ライトがついています。ライトを消してください。へえ、この子喋るんだ。たく、うるさんだよ、最近の機械はよ。破壊活動をやめなさい。あなたの行動は法律に触れます。夜の街に怪ロボット出現。車から発せられた緊急信号をパトロール中のデッカードがキャッチした。事件か。今のはブレイブポリスです。何がありました？まだ喋ってる。やめ、ブレイブポリスの出動。あなたの行動は法律。ん？ロボット犬。追いつけません。どんどん離されています。いいよいいよ、まだ機会はある。ここにかなうマシンなんていやしないんだから。超頭脳新条件。ブレイブポリスたちの AI を設計した天才科学者である。だが己の頭脳こそ完璧と信じ、ブレイブポリスに感情を与えることに最後まで反対していた。全機起動する。了解。昨夜、恵比寿ふ頭で乗用車を襲った怪ロボットの映像が公開されました。この事件は、これ未明にデッカードが逃がしたやつって。しっ、デッカードさんに聞こえるわよ。焼けた焼けた。あらあらあら、ありがとうね、教えてくれて。いいかいいか、そういう風にできてんでしょ。見えたけど見えない。つまりそれって、見えたんだけど見えなくて、だからその見えないものが見えなくて。わかんないよ。これを見てくれ。これがその犬ロボ。これは通常のビデオカメラで記録した映像だ。しかし同時に作動していた熱センサーは映ってない。音響センサー、胴体センサー、金属センサー、武器センサー、姿は確かに見た。だがセンサーは何も記録していない。まるで姿だけあって肉体を持たないような。こんなことは初めてだ。もしかして幽霊？これってそういう話？破壊活動をやめなさい。あなたの行動は法律に触れます。話がある、聞いてくれ。話が。なるほど、俺にしか見せられないわけだ。 EP500X は健在というわけか。コードネームカゲロウ、なぜ彼がこんな真似を。すまねえ旦那、俺の方のミスだ。とにかくユウタ君たちには正体を知らせず、カゲロウを捕まえたい。協力してくれ。うん。シャドウマルはどうしている？あの野郎は風雷号だ。独自のルートでカゲロウを追っている。小型ジェット。何をする？ちょっとした挨拶というところですか。こいつもセンサーに映っていないステルスボディか。やめろ、何が目的だ。逃がすか。チェンジ。カゲロウには関わらない方がいいな。貴様、何？カゲロウには関わらない。ブレイブポリスのためです。カゲロウとは一体何なんだ。謎の変形ロボットはその後も破壊活動を繰り返し、ついにブレイブポリスに逮捕状が発行された。おそらくどこかの国が極秘で持ち込んだ戦闘ロボットが
暴走しているものと考えられる。直ちに行方をつかみ、被害が広がる前に逮捕してほしい。了解、ブレイブポリス直ちに出動します。待ってください、ボス。あのステルスタイプの連中とそいつとの関係がはっきりしないうちは。よっと、へい、こちらブレイブポリス。なに、例のロボットがまた現れた。いらっしゃいませ、ありがとうございます。破壊活動をやめるんだ。来るな、ブレイブポリス。喋った。バカな。こいつは驚きだぜ。ブレイブポリス、お前たちにはわからない、俺の心など。心だと？まさか超 AI を搭載しているのか。俺の名はカゲロウ。俺は死なぬ、捕まりもせぬ。何？あいつのことは放っておいてくださいよ。その声はあの時の。しかし形が違う。そう、違う。私は誰でしょう。デカード。ボス、ここは私に。うん、ビルドチームはカイロボットを追って。了解。逮捕する。貴様が何者かは知らないが。逮捕？そいつはお門違いってもんだぜ、デッカード。あんたの敵は犯罪者のはず。逮捕する。何？変化！ロボット犬！お前はあの夜の。もう一度忠告します、カゲロウには近づくな。消えた。よし、そっちは行き止まりだ。何？すみません、ボス、逃げられました。そう、仕方がない、戻ってきて。ユータ。え？あのロボットカゲロウは心を持っていた。それにあのロボット犬も。我々以外に心を持つロボットか。あと5秒。デッカード。